さて、今までこのチャンネルでは様々な大学を紹介してきたけども、今回から各地方のおすすめの大学を紹介していこうと思う。今回は九州と沖縄地方の国立大学についてざっくり紹介していこう。これ以降単に九州というけど沖縄も含まれていると思ってね。そういえば九州にフォーカスする機会って意外となかったですよね。そうやね。そもそもさ、九州の人たちって関東に出てこない傾向があるから、あんまり特集する必要がないんよね。確かに関東でも九州の人に出会う確率って意外と少ないかもしれない。私は西日本の出身だから、関東在住としては九州の知り合いはかなり多い方やと思うけど、やっぱりみんな地元が好きでさ、九州に戻った人もかなり多いんよね。昔の同僚とかもそうやけど、九州は帰りたくなる場所みたいよ。私、生まれも育ちも東京なので、そういう故郷があることになぜか憧れがあります。実際さ、我々も仕事で何度も九州に行っとるやんか。主に福岡やけど。そうですね、私も3回くらいは連れて行ってもらいました。うどんがめちゃくちゃ美味しいんですよ。もつ鍋も美味しいんですよ。九州は全体的に食のクオリティが高いんです。間違いないな。しかもさ、魚介類の新鮮さもすこぶる高いから、海鮮料理もめっちゃ美味しいのよ。ジュルーリー、早く私に食わせてくれ、九州料理を。ということで、今回は九州の国立大学をピックアップするけども、ダントツで優れているのは、皆さんご存知、九州大学やね。南の東大ですね。関東でも知名度抜群です。中国四国地方を含めて、一番賢い大学として知られていて、九州と中国四国地方から賢い学生が集まってくる。全体の偏差値としては旧帝大の中では下の方に属するんやけど、私の知る限りでは普通に天才がボロボロおる大学で、東大とか京大に楽勝で通るような連中も多いんよね。単に九州から出たくないという理由で旧大を選んだというタイプやね。いますね。私たちの共通の知り合いにも数人いますね。そういう大学でもあるから、九州全域での勢力は半端なくて、就活で困ることなんてまずないと思うし、聞いたことがない。よほど性格とか言動に問題がない限りは、かなり有利な状態で就活を進められるよ。例えて言うなら、九州のフリーザ様やね。他の大学とは一線を画すし、戦闘力の桁が違う。ドラゴンボールはよくわからんけど、とりあえず強いんですね。めちゃ強です。九大というブランドを背負っているのになかなか成功できないのであれば、それはもう本人の問題だと思うくらいやね。九州地方ではそれくらいの戦闘力があると思ってよい。そもそも九州地方には九大以外に偏差値が高い大学が存在しないんよね。九大だけが頭一つ抜けている状態やから、そもそも一人勝ちなんよ。なるほど、ダントツって言っているのはそういうことか。九大ってやっぱりすごいんですね。今度九大出身の部長を褒めちぎっておきます。続いて、あくまでも文系の話だけど、熊本大学も有名やね。熊本大学、熊本は可愛いから大好きです。てか熊本にも国立大学ってあったんですね。あるんよ。関東で熊大の人に出会うことってまずないから、関東での知名度は高くないよね。でもね、意外と知られていないけど、あのスラムダンクの井上先生の母校なんよね。マジンガー、せーっと。あとはクイズバラエティとかでよく見る宮崎美子さんも卒業生よ。なんか急に賢い大学というイメージになりました。実際賢いのよ。熊大の法学部は私の中では賢いイメージしかないな。そもそも熊本県ってめっちゃいいところやから、私ももしどこに住んでもいいし、お金の心配もいらないってなるとぜひ住みたいね。自然豊かで Windows XP のスタンバイ画面のような風景が広がっている。そんな地域で育ったら、熊大のみんなもきっと熊本県の周辺に居続けたいって思うはずよ。阿蘇山があるから世界でもトップクラスに水道水が美味しいって聞いたことがあります。今度行ってみましょう。続いて、九州地方でそこそこ高く評価される国立大学として、長崎大学、佐賀大学、鹿児島大学がある。これらの大学もそれぞれの県ではとても強い大学やから、県内での就職では困らんと思うよ。全国区で見るとどうしても知名度が下がってしまうけど、それでも国立大学やからね、それなりには評価されるよ。私はその3校の出身者に一度も会ったことがないかもしれない。鹿児島大学については京セラの創業者で、 T
経営のプロである稲森和夫さんの出身校やね。あ、稲森さんはさすがに知っています。すごい人を生み出した大学なんですね。そうなんよ。それに鹿児島大学は鹿児島県の中心地にキャンパスがあるから結構便利やと思うよ。国立大学は山の中とか山の上とかにキャンパスを作りがちですからね。市街地にキャンパスを置いているというだけでちょっと高評価ですよ。あと他に良い大学としては、沖縄地方に琉球大学というかなり知名度の高い国立大学がある。琉球大学は国立大学の中ではおそらく偏差値は一番下あたりやと思うけど、沖縄県ではめっちゃ強い大学よ。卒業生の知り合いに聞いた限りだと沖縄県でならほぼ勝てると言ってたね。ただ琉球大学に行って県外で働こうと思ったら就活費用がめちゃくちゃかかるから、その点だけは要注意なんやってさ。そりゃそうでしょうね。飛行機で行くか船で行くかしないといけないからコストが半端ないですよ。でも私沖縄行ったことないんですけど、勝手に最高の楽園だと思っているので、私も行けるなら琉球大学に行きたい。私も実は沖縄県自体には行ってみたいんよね。暑いの苦手やからずっと住むのはきついけど、冬に琉球大学を見に行ってみようかね。でも沖縄県の仕事って今まで一度もないんよね。福岡県の仕事はたまにあるんやけど、私の手伝っている会社のどっかが沖縄支社作らんかな。ぜひで行きたい。その時は必ず私も連れて行ってくださいね。一人で行ったらマジでぶっちゃけますからね。怖えな。おい、出張費出してくれる会社やったら言うてみるよ。多分君の費用だけは私の手出しだな。ということでざっくりまとめると、九州地方のおすすめの国立大学はまずダントツで強いのが九州大学、次に熊本大学、そして長崎大学、佐賀大学、鹿児島大学が来て、沖縄県だったら琉球大学ってことですね。そうやね。私の中ではそんなイメージやね。九州に実際に住んでいる人たちはまた違った視点もあるかもしれんけど、関東での知名度とか就職の強さで言うとそういう順序になる気がする。いずれにしても地方の国立大学はその地方では最強やから、何の心配もいらんのさ。ふむふむ、私も地方移住を検討しているので参考にしよう。九州地方は関東よりもだいぶ個性が強いと思うから、移住するなら1年くらい住んでみた方が良いよ。ご飯が美味しいという点だけは間違いないけどね。ご飯が美味しければ私は全てを受け入れますわよ。九州のうどんを食べた時の衝撃は未だに残っているのです。そうか、じゃあ今度博多の豚骨ラーメンでも食べに行くかな。行きましょう。私実はまだ本場の豚骨ラーメンを食べたことないんで。ということで九州の大学に行こうと思っている受験生の皆さん、一度その大学の周辺にある飲食店でご飯を食べてみてください。めっちゃ美味しいはずなので。ではまた次回。